いたたたた。どうしたんだ、霊夢？喉が痛いのよ。ほら見て、扁桃腺が真っ赤に腫れているの。もう痛すぎて、喉をちぎって投げ捨てたいわ。まあ、そんなわけにもいかないけど。霊夢、それならできるぞ。え？扁桃腺は、人にとって必ずしも必要な機能ではないんだ。さすがに、ちぎって投げ捨てることはできないが、実際に、手術で取ってしまう人もいるんだぜ。そうなの？扁桃腺って、体にとっていらないものなの？体にあるものは、全部必要なものだと思っていたわ。だって、いらないのなら存在する必要がないじゃない？それが、意外とそうでもないんだ。他にも、実はいらない人体の機能は、たくさんあるんだ。え、私の体の中に、いらない機能がたくさんあるなんて、気になるわ、ぜひ教えてちょうだい。じゃあ今日は、実はいらない人体の機能について、解説していくぜ。よろしくお願いするわ。実はいらない人体の機能、まず一つ目は、女性にとっては必要だが、男性にとっては、いらないものだ。なんだか、なぞなぞみたいね。答えは何かしら？答えは、男性の乳首だ。いきなり予想外のものだわ。でも確かに、女性の乳首は赤ちゃんにミルクをあげるのに必要だけど、男性の乳首に、機能って、特にないものね。どうして、男性に乳首があるのかしら？それは、赤ちゃんの成長過程が、関係しているんだ。赤ちゃんが、お母さんのお腹の中で成長する過程に、何か秘密があるのね。ああ、実は赤ちゃんは、最初はみんな女の子なんだ。え、どういうこと？人間の体は、まず心臓が作られ、その後、脳、各臓器が作られていく。この段階では、体は女性として作られていて、みんな、体内に子宮が存在するんだ。その後、そのまま女性として成長するものと、男性へと変化するものに分かれるんだ。それが、大体妊娠2ヶ月頃だと言われている。妊娠初期に性別がはっきり分からないのは、このためなんだ。最初はみんな、女の子の体なら、エコーで見ても見分けがつかないものね。ああ、その通りだぜ。そのため、本来なら男性に必要のない乳首が、妊娠2ヶ月頃にはすでにできてしまっているんだ。その後、男性として成長する場合は、授乳に必要な乳腺などは発達しない。そのため、機能のない形だけの乳首になるんだ。つまり、男性の乳首は、実はいらない人体の機能なんだ。なるほど。それで、男性には必要ない乳首が存在するのね。実はいらない体の機能の二つ目は、耳の筋肉、耳介筋だ。耳介筋、そもそも、耳に筋肉があるということを、知らなかったわ。耳介筋は、その名の通り、耳を動かす筋肉だ。身近な動物で言うと、犬が喜ぶ時に耳を倒すだろ？あれは耳介筋を使って耳を動かしているんだ。確かに、言われてみると、犬や、猫や、ウサギなんかも、耳を動かしているわね。ピクピク動かして、なんだか、可愛いわよね。そうだな。でもあれは、可愛いからやっているわけでは、ないんだぜ。動物は、危険を察知したり、獲物を捕まえるために、耳を動かして音で情報を集めているんだ。人間の祖先も、かつては耳を動かすことができた。しかし、危険がなく、狩りをしない現代人は、耳を動かす必要がない。現代では、人間は目で多くの情報を得るようになった。そのため、耳介筋はいらない機能となってしまったんだ。そうよね。今では、耳を澄ませるっていうことすら、なかなかしないものね。そうだな。現代では、耳を動かせる人は、1000人に1人。片耳ずつ動かせる人は、1万人に1人と言われているんだ。すごく珍しいのね。今この動画を見ている人は、きっと耳を動かそうと、チャレンジしてみてるわね。そうだな。チャレンジしてみたら、自分の隠れた才能に気づく人がいるかもしれないな。でも実際には、耳介筋はほとんど働いておらず、なくても困らない。だから、実はいらない人体の機能と言えるんだ。動かせないならないのと同じだものね。三つ目の、実はいらない体の機能は、親知らずだ。親知らず？確かに、親知らずを抜いたっていう話を、よく聞くわよね。抜くくらいなら、最初から生えてこなければいいのに。ああ、そうだな。親知らずは、第三第九趾と呼ばれる、奥歯の一番奥に生えてくる歯だ。すべて生えると、上下で4本になる。普通の大人の歯、永久歯は、乳歯が抜けて、その場所に生え変わる。乳歯という親がいて、その後に生まれるのが永久歯ということになる。しかし、第三第九趾は、乳歯という親のいないところに、ひょっこり生えてくる。そのため、乳歯という親を知らずに生えてくる、親知らずと呼ばれているんだ。中には、親知らずがない人や、親知らずが歯茎の中に埋まっていて、自分に親知らずがあると気づいていない人もいるんだ。親知らずが乳歯がなかったところにひっそりと生えてきて、気づかない人もいるって聞いたわ。ああ、そんな人もいるな。でも実は、親知らずもきちんと生えてきた場合は、役に立つこともあるんだ。きちんと生えてくれば、奥歯が増えたということになり、物をよく噛めるようになる。また、他の奥歯が、虫歯や歯周病などでダメになった時、親知らずを移植することもできるんだ。日本で抜歯する人は、60% 以上いると言われているから、親知らずが移植できるなら助かる人も多いだろう。そうなのね。親知らずが、歯の予備になるのね。それって、すごくいいことじゃない。
でもそれなら、どうして親知らずを抜く人が多いの？そんなに役立つ歯なら、抜く必要はないし、いらない人体の機能とは言えないんじゃないかしら。そうだな。実は、親知らずが役に立つのは、きちんと適切に生えてきた場合だけなんだ。きちんと生えていない場合は、逆に害となる可能性が高いんだ。どういうことなの？親知らずは、斜めに生えたり、横向きに生えたりと、まっすぐ正常に生えてくることは少ないんだ。中には、歯茎の中に埋まっていて、歯の一部だけが表に出ている、なんてタイプもある。親知らずがきちんと生えている人は、3割程度だと言われているんだ。そんなに少ないのね。きちんと生えていない親知らずは、食べかすが挟まりやすく、歯磨きもしにくい、虫歯や歯周病になるリスクが、とても高いんだ。中には、親知らずと歯茎の間に細菌が溜まり、炎症を起こし、顔が腫れたり、口が開かなくなったり、重症化してしまうこともあるんだ。そのため、リスクの高いきちんと生えていない親知らずは、抜いてしまうことが多いんだ。つまり、親知らずは、実はいらない人体の機能だと言えるんだ。確かに、そんなにリスクがあるなら、初めからない方がいいわよね。他には、どんないらない人体の機能があるのかしら？四つ目に説明するのは、尾底骨だ。尾底骨って、お尻のところにある骨よね。尻も気をついて、尾底骨を骨折した、っていう話を聞いたことがあるわ。その通り、その尾底骨だぜ。実は、尾底骨は人類が進化する過程で役割を失って、何かが退化したものなんだ。霊夢、尾底骨は、何が退化したものだと思う？え、お尻にあって、退化したもの？人類の進化？あ、私、わかったかもしれないわ。人類の祖先って、猿よね。その猿から退化したもの、尻尾じゃないかしら？霊夢、さすがだぜ。正解だ。やったわ。尻尾には、いろいろ役立つ機能がある。歩くときにバランスを取ったり、木に巻きつけて木登りをしたり、犬や猫なんかは、尻尾で感情を表現したりもする。しかし人間は、バランスよく二足歩行できるし、尻尾がなくても手で物を掴むことができる。尻尾で感情を表現しなくても、言葉で気持ちを伝えることができる。そのため、必要ない尻尾は退化し、尾底骨になったんだ。つまり、尾底骨もただの尻尾の名残で、人体にはいらない機能なんだ。そうだったのね。さあ、続いては何かしら？五つ目の、実はいらない人体の機能は、上昇筋だ。上昇筋、初めて聞いたわ。上昇筋は腕にある筋肉のことだ。上昇筋の説明をするために、まずは筋肉について説明させてくれ。わかったわ。人間の体には、およそ600もの筋肉があり、大きく二つに分けることができる。自分の意思では動かせない、心臓や血管などの筋肉、付随筋と、自分の意思で動かせる、骨格筋などの随筋だ。骨格筋？骨格筋は、体を動かすときに使う筋肉だ。よく聞くものだと、大腿四頭筋や、上腕二頭筋が骨格筋だぜ。骨格筋は約400個ある。ここで上昇筋の話に戻るが、400個ある骨格筋の中で、一番いらないと言われているのが、上昇筋なんだ。400個もあるうちの、一番、一体どんな筋肉なのかしら。すっごく小さくて、ほとんどパワーのない筋肉とか？霊夢、親指の腹と、小指の腹をくっつけて手首を軽く曲げてみてくれ。手首のあたりに腱が浮き出て見えるだろ？それが上昇筋だ。あ、あったわ。結構わかりやすい、筋肉なのね。上昇筋の、主な働きは、手首を曲げることだ。しかし、手首を曲げる筋肉は他に、頭側手根屈筋、尺側手根屈筋などがあり、上昇筋が、あってもなくても、握力や腕力に、差は出ないと言われているんだ。実際、生まれつき上昇筋がない人もいるんだ。そうなのね。まさしく、実はいらない人体の機能って感じね。そうだな。でも実は、必要ないからこそ、上昇筋が活躍することがあるんだ。必要ないからこそ、活躍する？どういうことなの？詳しく説明していくぜ。上昇筋は必要ない。つまり、取り除いても問題のない筋肉なんだ。そのため、上昇筋を取り除いて、他の場所に移植することができるんだ。すごいわ。でも、移植だなんて、なんだか現実味がないわ。実は、霊夢も知っている有名人も、上昇筋の移植手術を受けているんだぜ。私も知ってる、有名人、誰かしら？桑田真澄選手、松坂大輔選手、ダルビッシュ有選手、大谷翔平選手などの野球選手が、上昇筋の移植手術を受けたことがあるんだ。すごい顔ぶれだわ。ああ、野球のピッチャーは、肘の靭帯断裂を起こすことが多い。その時に、上昇筋を肘に移植する、トミー・ジョン手術が行われるんだ。これまで、肘を痛めて、引退する野球選手が多かったが、この手術のおかげで、現役を続けられた選手が、たくさんいるんだ。大谷翔平選手のことも救っていたなんて、上昇筋ってすごいのね。怪我をした選手にとって、上昇筋は、まさに国民栄誉賞ものね。ああ、そうだな。まあ、まだ早いので、今回は辞退させていただくがな。謙虚なのね。あれ、なんかこのやりとり聞いたことあるような。上昇筋は実はいらない人体の機能だけど、だからこそ、いざというとき頼りになる筋肉なのね。ああ、その通りだぜ。
次で、いよいよ最後だ。実はいらない体の機能、6つ目は、足の小指だ。足の小指？マリサ、意味ありだわ。だって足の指は、歩くとき地面を蹴るのにとっても大事だって聞いたことがあるわ。霊夢、よく知っているな。確かに足の指は、地面を蹴るときに重要な役割を果たしている。しかし、足の指全体を使っているのではなく、実はほとんど親指1本で地面を蹴っているんだ。え、そうなの？霊夢、試しに小指で地面を蹴って歩いてみてくれ。わかったわ。うわわ、なんだかすごく変な感じだし、きちんと歩けないわ。それに、小指で蹴ろうとしても全然力が入らないわ。そうなんだぜ。歩くときに、足の小指はほとんど使われていないんだ。それどころか、すでに小指が退化してる人もいるんだぜ。どういうことなの？人間の指には、3つの関節がある。指先の第1関節、真ん中の第2関節、付け根の第3関節だ。手の指を見てみると、わかりやすいぞ。関節が3つあったわ。では、足の小指を確認してみてくれ。足の小指は退化していて、第2関節がない人もいるんだぜ。あら、ほんとだわ。関節が1つ少ないから、指が細かく曲がらないわ。そうなんだ。足の小指は、すでに退化しているほど実はいらない人体の機能なんだ。このまま人類の進化が進めば、いずれ足の小指はなくなってしまうかもしれないと考えられているんだ。そうなのね。今日は、実はいらない人体の機能を、6つ紹介したが、どうだったか？意外なものばかりで、びっくりしたわ。それに、人間の体は、時間とともに進化や退化をしていて、まだまだわからないことだらけだと思ったわ。ああ、そうなんだ。人間の体は医学や科学の力をもってしても、まだ解明されていない不思議なことがたくさんあるんだ。このチャンネルでは、これからもこの不思議についていろいろ解説していくぜ。楽しみだわ。じゃあ今日は、こんなところで終わりにするぜ。ええ、わかったわ。ご視聴ありがとうございました。